続いて毎日雄三、松岡修造さんの毎日修造のパロディでございますね、はい、松岡修造さんの場合、そして加山雄三さんの場合というのを考えてもらっております、はい、こうすると松岡修造さんの方がなんかすごい正しいやつに思えるけど、うんうん、松岡さんの方もちょっと狂ってるといえば狂ってるからね激しすぎてね、はい、さらに上を行く加山雄三なるほどラジオのペケミニ毎日修造おはよう、いただきます。毎日雄三、おはがある3人ほどいただいたよやばいだろあの年で、ね、怖いんだよなやっぱり全部ラジオ三手松岡修造、マッケンローが天才なら僕は秀才だ。雄三、松方おめめや、初めめだな。そのもしけれどもは戦艦を持ってるのかいやもう戦艦甲信丸の独裁者の雄三になっちゃってるからずっとその沈黙の艦隊を読んでくださいもう一回ね皆さんね、それが加山雄三の基本的なキャラですからそうなんですか。大丈夫、長寿ギガジャクソン、毎日雄三大丈夫、君ならできる。毎日雄三、大丈夫、君の村はなくなるがここに世界一のカジノができる怖いわすげえ怖いじゃん。ラジオネームヤジ、毎日修造、君のその失敗を良かったことにできるかは君の努力次第なんだ。さあ前を向け、未来を変えろ。毎日修造、君のその失敗をなかったことにできるかは君の肛門次第だなおい後ろを向け、パンツを下ろせいやもうハリウッドのアメリカの刑務所門の映画じゃん初日にやられちゃうっていう怖いラジオネーム三平、毎日修造、幸せは君の心が決めるんだ。雄三、お前ら年収はいくらだ。500万、笑わせるな。これだから貧乏人との会話はやめられないよ。たった500万じゃ幸せどころか不幸せも買えないんじゃないか。甲信丸の模型売ってやるからあっち行けよあっち行けよすごいかっこよすぎんだろもう別に誰に好かれようと思ってないからねなるほど、もう国を持ってるんだからこの人は元首だからねなるほど、あげとこうパンラジオネーム希望の船、毎日修造、今日から君は噴水だ。これ意味わかんない。これはちょっと。まあ、吹き出せってことだよね。ああ、なるほど。今日から君は噴水だ毎日言うぞ。今日から貴様は、我が船の兵隊だ。詳しいことは、谷村参謀から聞きたまえ。谷村新司さん。参謀じゃねえか。ラジオネーム超重ギガジャクソン、毎日修造、本気になれば全てが変わる。毎日雄三、本気になれば自分の親も牢獄にぶち込むことができるいやもう血も涙もないじゃん親族さえもう信じられなくなって独裁者のもう地獄のようねえ、ラジオネームフリーズムーン永原、毎日雄三、ミスをすることは悪いことじゃない、それは上達するためには必ず必要なもの、ただし同じミスはしないこと。毎日言うぞ。ミスをすることは許されることじゃない、それはこの船に乗ってる以上死をもって償ってもらう。ただし今日は米軍の母艦を12隻沈めたから機嫌はいい、さっさと持ち場に戻れいや世界最強になってんじゃんそうですね強いな。ラジオネームタケミ、毎日修造、苦しい時ほど笑ってごらん。毎日雄三、
苦しい時ほど笑ってごらん。ほう、まだ笑えんのか。じゃあ次はどこの骨を折ってやろうかな。拷問も厳しすぎるだろ。怖いんだよ。怖いですね。怖すぎる。全体を通して。怖い。以上。